欧州サッカー泥沼のセンターバック争奪戦、と見せかけでチェルシークリバリ獲得ゴイキター。つい先日まで本当にセンターバック争奪戦がドロドロの沼沼だったんですけども、チェルシーはデリフト争奪戦から潔く撤退してクリバリに切り替えたかなと思えば、一気に個人合意まで契約にこぎつけましたと。しかもデリフトの半額以下ですよ。これはかなり神ムーブだったんじゃないかなと思います。まあ、ただクリバリも完全に決まったわけじゃないですし、チェルシーはまだねセンターバックの補強は終われない状況でして、今回は今回のトップターゲットになっているデリフトを中心に6名のセンターバックの移籍情報をまとめてきましたので、最後までご覧ください。 Let's go。 本日もコメントをガンガン残していってください。お願いします。皆さんのコメントがモチベになってますので、今までコメントしたことないよって方も、ずっとコメントしてくださってる方も、今日も待ってます。それと次の動画はクリバリ起用法について話していきますので、ぜひともチャンネル登録してお待ちください。はい、まずはユベントスのデリフトから話していきますと、デリフトに対してはかねてよりチェルシーが高い関心を示しており、ユベントス側も金額次第では売却に応じる姿勢を見せていたことから、クラブ間で交渉が行われていた。しかし急遽バイエルンが獲得レースに参戦、サクカにアラバ、ボアテング、今回にはジューレも対談したため、手薄となっているセンターバックにデリフト獲得に本腰を入れてきました。一方でユベントスはデリフトに最低でも8000万ユーロの移籍金を設定しているが、バイエルン側に要求を満たす金額を支払う準備ができているかは現時点で不明だという。しかしデリフト本人はバイエルン行きを望んでいることから、移籍金を払えるチェルシーよりもバイエルン行きというのが濃厚となっております。まあデリフトに関しては正直若手センターバック枠としては一番獲得して欲しかった選手なんですけど、これもハフィーニャと同じで個人合意にこぎつけなかったということで、まあ本人がチェルシー行きを望まないなら無理に獲得しない方がいいんじゃないかなと思うんですよね。獲得しても選手のモチベとかメンタル的に不安が残りますし、まあそもそもチェルシーに行きたがらない選手が多すぎて、チェルサポの方はねすっごいモヤモヤ気持ちになってる方多いと思うんですよ。なんでなんすかね。そんな対談濃厚なデリフトの代役として、ユベントスは3人の補強候補をリストアップ。中でも一番驚きなのがアーセナルのガブリエル・マガリアニスですね。長年活躍したキエリーニが対談し、デリフトにも移籍の噂が出ているユベントスは新戦力センターバックの確保に向け、アーセナルのガブリエル・マガリアニス獲得に動き出すようだ。しかし現アーセナルにとって重要な存在となっており、アルテタ監督もそう簡単に手放すつもりはないはずだ。この移籍を実現するとなれば最低でも5000万ユーロ、約71億円のオファーをアーセナルに出さなければならないと報じられており、ユベントスにとってガブリエル獲得はかなり難しいミッションとなりそうだが、アーセナルはマルセイユへとローン移籍していたウィリアム・サリバがチームに復帰し、アヤックスのリサンドロ・マルティネス獲得にも動いている。富安武弘の本職がセンターバックであることも考慮すれば、ガブリエルが抜けたとしてもやりようはあるはずだ。いやでもガブリエルに71億円はまずまず安すぎますし、確かにセンターバックは充実してますけど、来季は EL も控えてるわけですし、マガリアニスはどう考えても一番出したらダメな選手ですよね。まあユベントスがデリフトの後釜として獲得したいセンターバックっていうのは納得ですけど、まあこれはアーセナルが放出するわけがないと思います。さらにユベントスはセンターバックの候補としてナポリのカリドゥ・クリバリも挙げてますが、ナポリのスポーツディレクターはクリバリへの正式なオファーは他クラブから届いていないが契約満了に近づいている。ラウレンティス会長はクリバリに年俸600万ユーロ、5年間で総額6000万ユーロを支払う契約を提示し、さらに将来の幹部職をオファーするなど残留させるために手を尽くしていることも明かしております。さらにユベントスに売却することはないと名指しで否定しています。結局クリバリはナポリ残留が濃厚かなとなってたわけなんですよね、今朝まではね。だがしかし最新のロマーノさん情報によると、チェルシーはクリバリとの契約を完了させました。シーズンあたり純額1000万ユーロの個人条件に関する完全合意となります。これちょっとよくわかんないんですけど、まあこんな風に書いてありました。契約は2027年6月までの5年契約、交渉は数日中に完了する予定です。チェルシーは3800万ユーロの契約を締結し、最終的な提案としてアドオンを追加するよう
を交渉中。なんとここに来てチェルシーと合意しました。まだクラブ間合意が残っていますが、交渉は最終段階ということで、明日の朝にはヒアウィーゴ来てるんじゃないでしょうか。ナポリの会長も癖が強いですし、残留さつながってましたので、また組んでる時みたく移籍金釣り上げられなければいいですけども、まあ約52億円での獲得になりそうですので、デリフト取るお金でクリバリ2人取れますので、これはかなりいい補強になると思うんですよ。まあクリバリについては次の動画でたくさん語らせていただきますので、ここからはチェルシーも獲得を狙っている3人のセンターバックの移籍情報を見ていきたいと思います。まずはセビージャのジュール・クンデですが、昨冬からチェルシー行きが伝えられてきた同選手だが、同じく関心をし続けていたバルセロナ行きの可能性がより高いようだ。バルセロナはすでにクンデと個人間合意に至っており、クラブ間でも5500万ユーロ約76億円から6000万ユーロの移籍金で決着すると見られているとあるんですよね。これも一部報道ではクンデがバルセロナ行きを望んでるとかありますけど、いやどうなんですかねこれ。まあそもそもなんでクンデはチェルシー行きがなくなったのかみたいな話になるんですけど、チェルシーとしては抑えておきたい選手でしたが、ここで争奪戦になるなら100億円くらいかかってもおかしくないですし、フォーバックするってなるとクンデの獲得は微妙なところもありましたので、まあ、個人的にクンデの獲得ってのはパスかなと思ってます。というのもクリバリを獲得するということで、今後最優先は左利きのセンターバックになるんじゃないかなと思ってるんですよ。ということで今一番獲得に近づいているとされるのがマンチェスターシティのナダン・アケですが、報道によるとチェルシーはアケとの個人条件で合意したことが明らかになっており、一方マンチェスターシティも4500万ポンド約76億円程度のオファーがあれば移籍を求める方針だという。さらにアケ売却となれば代役となるセンターバックの確保を目指すようで、ライプツィヒのヨシコ・グバルディオルに関心を寄せていると報じられております。しかしライプツィヒは今回での売却を望んでおらず、獲得となれば高額な移籍金を用意する必要があるということなんですよね。アケの獲得は移籍金が高額な上にシティにさらなる補強を手助けしてしまうので、デメリットがでかすぎるんですよね。さらに言えばクリバリと同じく怪我がちなところがありますし、まあ、左利きのセンターバックは貴重ですが他の選択肢はないのかなと感じております。そんな中チェルシーはパリサンジェルマンのプレスネル・キンペンペの獲得に乗り出していると報道が出ております。いやーこれ来ましたね。今回の移籍市場でセンターバックの補強が最大のポイントとなっているチェルシー、ここまでユベントスのデリフトやセビージャのクンデとの交渉が思い通り進展していない模様。そんな中フェレル監督はかつての教え子であるキンペンペの獲得を推しているという。パリサンジェルマンはインテルのシクリニアル獲得に動いており、それにかかる推定6000万ユーロ約83億円の移籍金をキンペンペにも設定しているようだ。まあ、つまり入れ替わらせたいってことですよね。また同クラブはユベントスにキンペンペ売却を提案しているようで、チェルシーとしてはデリフトや訓練に続いてまたしても争奪戦になる見込みとなっております。まあこういった状況になっているわけなんですけども、アケに75億円使うのであればキンペンペにもうフルベットしてもいいのかなと思います。プレミアリーグへの適用は懸念されますが、アケもスペ体質なところがありますし、デュエル戦術に合うといった面ではキンペンペの方が間違いなく勝ってますし、タイプ的にもリュディガーの穴埋めとしてはキンペンペの方が合ってるのかなと。そしてなんといってもチアゴ兄貴とコンビを組んでましたので、まあ、言語の部分も含めてメンディもねフランスにいましたし、このキンペンペ獲得できたらかなり熱いなと思っております。てかパリが放出を容認するとは思ってなかったのでびっくりしましたね。とにかくチェルシー的には全く補強がなくて不安だったところから一転してスターリング、クリバリと続きそうなので、ここからが楽しくなってくることは間違いないですよね。他にもアタッカーではニャブリの噂とかも来てましたし、ここからマンチェスターシティを超えるようなビッグサワーに大いに期待しております。今後のチェルシーの移籍情報にも要注目ですね。まあ、個人的には今回スターリングとクリバリー、そしてキンペンペ、あとウィングバック枠を1枚取れれば十分だと思ってますね。まあ、そこからチームのバランスを崩さないようなビッグネームじゃない無難なセンターバックの補強をさらにもう1枚とかだったらめちゃくちゃいいです。ケイヒルとかイバノビッチとか帰ってこねえかな。